チームメンバーが急に死ぬ黄色なんで皆さん何時か皆さん出てやりよったさすがにもマジかですね。申し訳ないです。はい、コズの趣味部屋へようこそ。はい、今回はね、ちょっとね、まあ多分タイトルで分かってると思いますけれども、こちらになりますね。はい、じゃじゃんとね、これはもうでっかいのがまた来ましたね。はい、まあ見ての通りね、日本からじゃないですねこれね、海外からですね、まあね、中国の方から、送られてきました。はい、ということでね、ちょっとまあ外箱をね、ちょっとどんなもんかね見てみますか。はい、ということでね、パカッと開けたらね、もうもろ発泡スチロールですね。でね、結構何気にこう気を使ってる部分があってね、ここがねちゃんとプラスチックになってるんですよね、可動折れしないようにね、可動するためのプラスチックのやつが入ってますね。で結局これは多分このまんまね、多分入ってるんだと思います。箱が入ってるかと思ったらそのまんまなのかな。つまりこの箱自体がそのものの箱だったのかよくわかりませんけど、まあ、とりあえずね、結構重いんでね、ちょっとねこの発泡スチロール、まあ、苦労すると思いますけど出してみますか。はい、ね、結構疲れましたけど箱をかかっとしました。いやー、これはでかい。はい、じゃあね、これ何段階かにまた分かれてるな。じゃあちょっとね蓋外してみますか。ポン。はい、蓋をね外しました。そうするとね、結構多分パーツが分割されてますね。結構、いやー、一個一個見ていくか。なんでこれハート型なのか、ハート型ってわけじゃないか。あ、これはあれですね、頭部ですね、うん、重っ、めっちゃ重っ。何これ、重っ、なんだこれ。不敵な笑みのトランクス、すごいね、的な意味みたいな。ちょっとベジータに似てるね。さすが親子って感じ。いや、すごいね。まあここにちょっとね、発泡スチロールついちゃってるけどね、刈り上げ、はい、なるほど。これはこっちが腕ですね。腕、はい。お、すげえ、ちゃんと時計もすげえちゃんとしてる。左腕だね、でじゃあもう別パーツ、別の頭部パーツ、よいしょっと、はい、こっちは通常の顔ですね。通常の顔、これは通常
通常のさらに通常というノーマルの方の顔だな。よいしょっと、よいしょっと。発泡スチロールだからね、もう粒がすごい。はい、おお、すげえイケメン、やっべえ、超イケメン、めっちゃ滑稽なこの通常顔。これは多分もう一つの腕のとこだな。うわ、細かい。あ、違うな、これ。あれ、これなんだ。これなんだ。フリーザの尻尾じゃねえか。メカフリーザの尻尾だぞ。なるほど、何かと思ったらそう、何がどうなってるのか分かんない。ちょっとこれが、これが右手だね、すげえ、筋骨隆々。あれっていうことは、おのずともう一個は、あれ、別の左腕、別の左腕が入ってるな。あ、これは握ってんだ、握り拳の左手だね。で、これは多分剣なんだよな。見るからに形が剣だからな。はい、そうですね、剣、トランクスの剣です。トランクスの剣というよりあれなんだっけ、劇場版のね、タピオカだっけ、タピオカじゃねえよ。名前と忘れちゃったけどね。なんか剣ですね、はい、すげえオーソドックスなんだけどね、この剣自体がね。で、こっちはこれまたなんだろうな、すげえ細かいな。なんだろう、あ、え、これもう一個さえあるよ、あれ、これ、あ、ん、あ、これこう鞘に収まってる状態の刀の鞘ですね。鞘じゃねえわ、刀の絵っていう、発泡スチロールの崩れすごい。あれ、これもう一個の右腕だな。すげえ筋肉、マッスルがすげえぜ、すげえな、うん、はい、で、で、肝心の多分本体がこれなんだよね。あ、何がどうなってるのか
これ持ってきた。3キロぐらいあるんちゃうかっていうぐらい、まあ、実際2キロぐらいかな。うわ粉すげえけどな。よし粉払わないとダメだ。はい、それでであとなんかこれ青いのが、あこれジャケットか。ジャケットだ。カプセルコーポレーションのジャケット、うん、デニムジャケット、デニムジャケット、うん、すごいカプセルコーポレーションとかで、うん、ジャケットだね。はい、で以上かな。刀の、下のね、柄の下につく部分のパーツですね。はい。で、以上になりますね。で、あと多分下が台座になりますんで、それをちょっと開けてみましょう。はい。ね、土台の部分出してみました。はい。端っこから行ってみるか。これはタイムマシンのあれだね、パーツ、ロケットのエンジンの部分かな。はい、おいで、多分こっちにそうするとそうなるな、うん、そうだね。ロケットエンジンのパーツ、あいだよね、エンジンのパーツ、その2。で、多分この4隅が多分そうなるな、うん、そうだな。ゲットエンジンのパーツその3。土台はね、重そうなんでね、一回ちょっと切ります。はい、いや疲れた、なんとか取り出しました。いや重い重い、めちゃくちゃ重かった。はい、フリーザがね、もうボロクソにね、みじん切りにされてますね、うん、で、この腕はね、どう見てもコルドの腕だね。で、トランクスの足、はい、真っ二つぶった切られてますけど、重いからあんま動かせない。重い、マジで重い。これちょっとぶって、で裏側、いやいいね、出来がすごいね。やっぱりこれはあれだな、これどう見てもスポンジが、あよいしょ、スポンジをかましてたね。はい、いやじゃあね、ちょっと一回組み立ててみますか。はいはい、ということでね、いやなんとか組み上げました。はい、じゃあ
チャチャチャン。いやめっちゃかっこいいんですけど、やばいこれ、めちゃくちゃかっこいい。なんだこれ、いやすっごいかっこいいなこれ。いいね、めっちゃんこかっこいい。場所が場所なだけにね、ちょっとこう回転とかさせらんないんだけどね、うん、ちょっと正面ぐらいしか当てらんないけど、ちょっとね、じゃあ別のね腕パーツとか顔パーツちょっと取っ替えてみますか。はい、ちなみにね、スーパーサイヤ人バージョン、こちらもねちょっとつけてみますか。しないんちゃうかな、トランクス、うん、こんな感じか。なんかこれはちょっとトランクス、どうなんだろうな、なんか合わないなまあ人によりけりだろうけどな。じゃあこれでちょっと腕パーツをちょっと交換してみますか。ちなみにね、腕パーツは、普通にこれね磁石なんで、こうやって近づけるだけでこうポンってねくっつくんですよね。いや楽、いやかっこいいな、でね、ちょっとつけてみますか。はい、もう一方はね、ジャケットをねこう脱ぐ際のポーズみたいな感じですね。まあこれで合ってんのかわかんないけどね、うん、とりあえずこれでつけてみますか。あ、どうなんだ、どうこうか。あ、よし、こんな感じでね、うん、いやいいね、かっこいいな。いやどのポーズで飾るかなこれ。どうしよう。あ、ちょっとね自分なりの、組み合わせでちょっと完成させたいと、思います。はい、ということでね、やっぱり頭部はねノーマルにしました。やっぱノーマルが一番かっこいいな、はい、でね腕どっちにしようかなっていうので悩んでるんですよね。これをこれだとこう刺してポンってね、ひっつくんですけど、めっちゃかっこいいな。いやーこれでもめっちゃかっこいいな。どっちだろうな、これか、こっちのね、剣、こうね、ほんとねつくんですよね、ポコンって。はい、うん、やっぱ剣を持った方がいいな。よし、これで飾ろう。いやかっこいい、めっちゃイケメンや、すごいなこれ。
てね、まあ残りのね、パーツをちょっとね見ていきますか。はい、ということでね、パーツをこうやって並べてみますとね、まあ頭部はね2つ、実はこれ、以前ね結構前なんですけれども、もう発売がねもうされてたんですけれど、今回リニューアルってことでね、頭部パーツが1つ追加で、販売されたんですよね今回。なのでまあ二次受注みたいな感じだったんですよね。だから、自分はね注文から届くまで、半年以上待ったかな、で、最初はねこのスーパーサイヤ人はこの頭部パーツだけだったんですよ。これ1種類だけだったんですけど、今回はね、このニヤリ顔が追加されたっていうことでね、はい、なのでね、頭部が 2個ついたっていう感じですね、もう目つきも全然違うよね、もう色も全然違うし、眉毛の形もね違う、やっぱ手直しをしたんでしょうね。まあでもこのニヤリ顔はしなくてよかったかなってね、この普通の顔でこの 目のあれだったらちょうどよかったんだけどね、ちょっとニヤリしすぎかなっていう感はあるけどね、こっちはね新しい方は。っていう感じだね。はい、でまあこうね、いややっぱね普通の通常のね、トランクスが一番かっこいいわ、イケメン。やっぱこれは通常顔がもう一番でしょこれ。いや超かっこいい。いやーかっこいいわ。はい、ということでね、今回はね、以上になりますね、また海外製品、ビッグサイズ、ドラゴンボールフィギュア、紹介しました。皆さんもね、まあ機会があれば、こういう海外製品にもね、手を出してみてはいかがでしょうか。まあね結構海外製というだけで毛嫌いする人もいるんですけど、まあ出来はね本当折り紙付きですね、まあ下手な国内のやつより似てるし出来もすごいですし、ただね値段張りますね、やっぱりでかいし重いし高いし、はい、めんどくさいし、何よりね、海外とねやり取りするんで、まあ、自分はね直で、海外ショップと、やり取りしてね、やってたんですけど、めっちゃめんどくさいです。結構トラブりましたね。なので、間に仲介業者をね入れた方がいいですね。まあ、今、代行でね、間に入ってやってくれる、サイトもあるんでね、そういうところを仲介して、取引されるのが一番安全だと思います。まあ、直でね英語が堪能な人はね、まあ、直でやってもいいと思いますけど、まあ、仲介業者入るからには、まあ、仲介手数料も入っちゃうんでね、まあ、直でやるのが一番安いんですけど、まあ、自分みたいにね結構ちょっとトラブったりするんでね、まあ、そこはね本当、まあ、人によりけりで、やってみてはいかがでしょうか。はい、まあね欲しい人はね意外に結構海外のフィギュアがねオークションとかでも流れてますね今ね。まあ若干割高ですけどね、もうぼったくり価格になってますけどね、まあ、それでもいいって言うんだったらまあそれを買ってもいいですし、はい、っていう感じですね。
まあ、一応今回はこれにて終わりますけど、一応ね自分欲しいものはねまだありまして、結構ワンピースとかナルトも欲しいんですよね。海外のめっちゃかっこいいんですよ、ほんと。だからね多分、ドラゴンボール以外ナルトやワンピースも、多分買うと思います。ゆくゆくはね、近いうちはちょっと手出せないかな、やっぱ高いからね。まあしばらくまた時間が経ったら、買ってアップしたいと思います。では今日はね、この辺で、また次回ね、次回のフィギュア紹介で、お会いしましょう。ではそれまで、チャンネル登録してお待ちください。ご視聴どうもありがとうございました。あとね、言い忘れてましたけれども、結構発泡スチロールとかね、まあ他のフィギュアとかにも言えることなんですけど、結構ホコリとかね、汚れとか付着した時に、払いたい場合は、こういうね、100均で売ってます、コスメコーナー、まあ女性のね、化粧品道具とかのコーナーにね売ってます、こういうのでねパッパッとこうやってね柔らかいんで毛がね、結構ほんとサーってほんと取れるんでね、まあ皆さんもね、ぜひ買ってみてはいかがでしょうか。これでね、ダイソーで100円で売ってますんでね、はい、結構いいですよこれ。はい、っていう感じですね。はい。